陰謀論、京都と東京の違い。1200年の都京都、もともと京の都と呼ばれ、西暦794年から今も首都として機能できるよう、北山には国会議事堂もしたと言われる金閣寺、そして旧二条城の御所もあります。そんな京都の次に首都になったのはどこかといえば、そうです、大阪です。安土桃山時代はまず信長が見定め、本願寺金庫から引き受けた大阪に秀吉が大阪城を建て、首都機能を持たせたというわけです。京都と東京の違いとは、後半スタートです。この大阪から江戸時代、いよいよ東京へ首都機能が移転します。はじめは天下りやと、京や大阪のような元首都たちから見下されていました。近代になり、明治新政府の助けを借りて、ついに東の京である東京は都になって、東京都として今の発展になるわけです。ここで核心に迫る前に一服。京味噌汁。おかん、今日の味噌汁、何？ふの味噌汁や。え？今日ふの味噌汁？今日ふの味噌汁。ふといえば皆さん何を連想されますか？日本語学的にひらがなのふは漢語のふという漢字から出ています。つまりないという意味です。そこから発展して数がないって、ふの数、表から見えない、五臓六腑のふ、さらにトップではない、目立たない、ひふみのふ、そして車や馬がなく仕方がない、から、歩く兵のふなどがあり、先ほどのふの味噌汁のふには主役ではない、にとろに足らない食べ物という意味があります。それをフチャンプル、フ炒めとして主役にした沖縄は、お肉がなかったのではなく、アイデアがありますね。ポトといえば何を連想されます？日本語が学的にひらがなのとは、和語のとという漢字からできています。つまりとどめ、最も良い決め手という意味です。そこから発展して内と外を結ぶ口で、あるでと、最も大きくある数のと、さらに最も大切である町のとなどがあります。まとめるとこうなります。明治に入り、正確には昭和になって、政府は東京、東京都と最も良い決め手である、何でもある人と位置づけ、元人の大阪と京都を大阪府、京都府と一番でない町と印象づける。大阪の人口が約900万人、東京が約1500万人、京都が約250万人、日本の人口の5人に1人が多数派の大東京の出身で、バランスを取り、さまざまな方面で支えていると言えるでしょう。今日で大東京、これは数だろうか。未来学 50% 未然ですね。